アイテム番号、SCP-615JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-615JP はサイト、377-85ドック括弧屋内式括弧閉じに収容されており、太さ 40mm、長さ 60m のナイロン製クロスロープで選手及び両舷の7箇所を経由することで固定されています。ドックの水密扉とシャッターは定期メンテナンスの場合を除いて常に閉鎖されなければならず、空気接触による船体喫水線下の劣化を防ぐためドック内は常時真水が注水され、SCP-615JP は完全浮上状態に保たれていなければなりません。SCP-615JP に割り当てられた職員には技術文書セスム、1402-344の閲覧が義務付けられており、電気系統の保守担当者は加えて規定の技術講習を受講する必要があります。SCP-615JP-1 が点灯を開始した場合は直ちに観測班を SCP-615JP の前、後甲板及び環境に配置し、記録機器及び観測班員の目視で映像投影現象の内容を記録してください。追捕、燃料不足あるいは電源喪失による SCP-615JP-1 の消灯を防ぐため、SCP-615JP には無停電電源装置が設置されました。毎日20時から翌4時の間は軸発電機を稼働させて船内バッテリーに電力を供給してください。給油は使用文書セスド、1402-347の内容に従い、1週間ごとに行ってください。説明。SCP-615JP はクレムソン級駆逐艦、スチュワート、DD-224括弧閉じに酷似した船舶です。その構造的特徴はスチュワートが日本国の降伏後に武装解除され、最低限の修復作業を終えて米海軍に再編入された1945年10月時点の状態とほぼ一致しますが、以下の部分が明白に異なります。塗装。船体及び上部構造物はすべて赤色、前後部マストは黄色。船体両舷中央には白色で、ベアウアング、と表示。これらの塗装パターンには東大船との類似が見られる。また、船首の艦番号、224、は左右反転している。窓。クレムソン級駆逐艦は艦橋船首側に9枚の窓を備えるが、SCP-615JP は中央の1枚が外板と同一の金属素材で閉塞されている。この部位は艦橋内側に 25cm 張り出しており、天井から4本のケーブルが配線されていることから何らかの装置が内蔵されていると推測されるが、非破壊検査では内部構造は判明せず。前部マスト、本来のマスト等の2メートル上に製造元不明の電気式大型高解灯括弧 SCP-615JP-1 括弧閉じが固定されている。注目すべき点として、SCP-615JP の喫水線下全体には強酸性液体との接触によるものと推測される広範な腐食損傷の痕跡が存在します。損傷は描写やプロペラ軸などの比較的小さな部品に対してより大きな影響を与えており、SCP-615JP は両舷怒りと大半の描写、スクリュー、舵、そしてスタンチューブとプロペラ軸のおよそ3分の2を喪失しています。痕跡の分布及び残存部位の形状から、液体は船尾である程度の時間滞留した後緩やかに船首側へ誘導したものと推測されていますが、その直接的な原因については判明していません。毎日日没1時間前から翌日の出1時間後までの間、SCP-615JP は SCP-615JP-1 を除くすべての高解灯を自動で点灯させます。SCP-615JP が正確に日出没時刻を算出している手段については未解明ですが、これらの高解灯に異常な特性は存在しません。船上設備の操作や構成部品の分解、あるいは取り外した部品を船外へ持ち出す試みに対する SCP-615JP の反応は一切得られませんでした。SCP-615JP の特筆すべき異常特性は、船体を起点として発生する映像投影現象括弧以下、現象、と表記括弧閉じです。現象はドックの壁面、天井、水面に投影される像のぼやけた低音質の動画として船外から観測されますが、SCP-615JP に乗船した人間及び持ち込まれた記録機器には、映像が、現実と同程度、に極めて高精細なものとして視認できるのみならず、音声括弧聴覚括弧閉じや波による船体の誘導括弧平行感覚括弧閉じ。天候に応じた気温の変化括弧音感覚括弧閉じや触れた物体の感触括弧触覚括弧閉じなど。
他の感覚についてもほぼ同様のレベルで知覚することが可能となります。その発生周期に規則性は確認されていませんが、発生の直前より SCP-615-JP-1 が毎回異なるパターンで点灯を開始するため、現象の発生は容易に判別が可能です。観測記録 615JP 観測日時1900年月日18時22分から18時25分船体マーキングベイアウアング等質単船明暗光明6秒暗2秒到達距離20海里観測内容天候は全曇り太陽は見えず風強し海は、波の花、に類似した粘性気泡の厚い層でくまなく覆われており、強風によってその一部が吹き飛ぶと緑色の海面が垣間見える。海上には泡の他視認できる物体はなし。尾行、最初に確認された現象であり、SCP-615-JP の保守点検中に発生。職員の大半は SCP-615-JP-1 の点灯直後に作業を中断して船外へ退避したが、機関室の清掃を行っていた5名が逃げ遅れて甲板上で映像を視認したことで異常特性が確認された。以後 SCP-615-JP の特別収容プロトコルは改定され、新たに現象の監視と記録を担当する観測班が編成された。観測日時、1900年月日13時14分から13時24分。船体マーキング、メンテンセル。等質。単線白光、毎24秒に1線光。到達距離、17海里。観測内容、天候は晴れ、波やや高し、ケルオン灯台カッコフェアディーイケレオンカッコ閉じがおよそ 4km 先の位置に存在。灯台は真新しく、完成して間もない1916年頃の状態であるように見える。SCP-615-JP の左舷側には SCP-615-JP と同一のパターンで塗装された部品。のデリックバージ括弧全長約20メートル、船体マーキングは、レリーフ、括弧閉じが接見している。観測範囲は2隻の間にかけられた金属製ワーフラダーを徒歩で渡ろうと試みたが、船べりから先は実体を持たないため不可能であった。尾行、2度目に確認された現象である。その発生と同時に船体両舷中央のマーキング、ベイアウアング、が、メンテンセル、に書き換えられ、現象終了後も戻ることはなかった。以降の観測記録でも同様の変化が確認されている。観測日時、1900年月日22時11分から22時23分。船体マーキング、トリペスポンテム2。等質、単船石白5光、毎8秒に白1線光赤1線光。到達距離、62海里。観測内容、天候は快晴、無風無波。SCP-615-JP は海上に正三角形状に配置された超大型の搭乗構造物3機と距離を置いて正し対している。構造物はいずれも同型であり外形と配色は機種灯台に類似しているが、その大きさは概算で数百倍の差がある。注目すべきは塔の頂上に発生する白波であり、空は塔によってこちらの海面と連結されたもう一つの海面であるように見える。尾行。SCP-615-JP-1 が非常に明るく発光していたため外部からは現象の継続的な観測が困難であったが、船上の観測班は問題なく現象を視認、記録することができた。観測日時、1900年月日9時45分から10時7分。船体マーキング、キルアーリン。等質、群れ船舶光、毎45秒に3線光。到達距離、24海里。観測内容。天候は雨天、風強し。SCP-615-JP は大きく揺れており、船尾側には霞んでいるが典型的な断崖地形が観察できる。SCP-615-JP の周囲には海鳥の大群が飛行しており、時折小集団が甲板上に降下。身を寄せ合って風雨に耐える様子が観察された。それらの鳴き声は通常と異なり、明瞭なイギリス英語の容認発音で、アルライト、コルド、TA と聞き取れる。観測範囲により、スカーパーという発生を確認したとの報告が複数あるが、録音機器には記録されていない。尾行、海鳥は範囲に対して全く反応を示さず容易に触れることが可能であったが、その手触りは非常に硬質であり、外部から力を加えて移動させることもできなかった。
観測日時、1900年月日22時6分から22時18分。船体マーキング、ダレポート。当日、モールス符号機構、毎15秒に UO 符号光。到達距離、15海里。観測内容、天候は快晴、日の出の直前、船尾側に山のない平坦な陸地と港町が見える。戦闘を備える白塗りの境界の上空に、放射状に配置された3つの長方形突出部で構成されたガラス板状の物体括弧サイズは推定20メートル括弧閉じが存在し、およそ10秒に一周する速度で横回転している。観測開始から7分後、右舷側より1隻のプレジャーボートが SCP-615JP の潜伏へ直進しそのまま接触したが、双方に一切影響を与えることなく通過した。ボートを至近距離で観察した班員2名は、乗員の体はひどく透けており、白い全身骨格がはっきりと確認できた、と供述しているが、録画機器にそのような光学現象は捉えられていない。観測日時、1900年月日4時38分から4時54分。船体マーキング、パレオノアー。当日、透明暗発光、明2秒暗2秒。到達距離、18海里。観測内容、天候は晴れ、無風無波、周囲の地形、植生から熱帯地域に存在する大川の河口部と推定。右舷側に存在する三角巣を中心として大規模な港湾施設が整備されており、多種の船舶が往来、停泊している。SCP-615JP の周辺でカバに似た大型哺乳類が数匹遊泳する様子が確認されたが、これらは頭部の形状や長い尾を持つ点で明確にカバと異なり。後の分析ではプロラストムスやペゾシーレンのような原始ウミウシ類との類似が指摘されている。観測日時。1900年月日20時56分から21時15分。船体マーキング、レリーフ。当日、単線性赤5光、毎20秒に青1線光赤1線光。到達距離、青光、赤光ともに9海里。観測内容、天候はノーム。正面やや右側に高さ約20メートル、幅約25メートルの急峻な小島が存在。観測開始から2分後、露出部に VII 型 U ボートの特徴を備える潜水艦が左舷後方およそ 3km に浮上し、信号灯を用いて、扉、と発信。その2分後に無線機より、キトであるか、との音声更新が2度試みられたが SCP-615JP は、反応せず、潜水艦は8分後に再潜航した。観測日時、1900年月日7時10分から7時16分。船体マーキング、エルゲラブ。当日、不動青光。到達距離、10海里。観測内容、編集済み。尾行、観測班8名とドック内外で作業中の職員17名がそれぞれ重度の熱傷と急性放射線症候群により死亡。現象の終了後直ちにドック全体と SCP-615JP の除染が行われた。この記録以降現象は発生していない。ホイ1、エニウェ特海泡事件、DD-224 は日本から米国サンフランシスコへの航海中に燃料系統に重大な故障が発生したため航路上で停止。1945年12月12日に中継地点であるエニウェ徳島 A 線の派遣を要請しましたが、その晩23時47分頃に DD-224 は一切の兆候なくその場から消失しました。随伴していた区船艇 SC-1036 は直ちに捜索を開始し、約15分後に DD-224 とそれに後方から接近する別種の船影を捕捉しましたが、SC-1036 が接近し威嚇射撃を行ったところ、不明船は大型の戦闘場マストセンターにより、規則的に明滅する閃光を放ち、直後に消失。当時 DD-224 の船体とその周囲には、粘着質の泡塊が大量に付着、漂流していました。後日 DD-224 は曳航されて無事エニウェ特に到着しましたが、乗組員全員が12日夜の消失に関する記憶を喪失していることが、潜伏職員の報告及びエニウェ特海軍基地司令部所属、海軍大佐による非公式な調査要請という2つのルートから財団に伝達されたことで本件は優先調査項事項となり、直ちに調査部隊、ユニフォーム3が当該基地へ派遣されました。事態の収集と調査のため、財団は、
サイドの機関故障により DD-224 はもはや自力航行は不可能であり、以後も栄光にて目的地へ向かう、との局所カバーストーリーを米海軍内にルフ。調査部隊は船体の初動検査と乗員への尋問、事後処置を1946年1月3日までに完了させ、翌日 DD-224 はエニウェトクを出発しました。その後ハワイ島を経由して問題なくサンフランシスコに到着した DD-224 は、編集済みにて行われた精密検査の結果いかなる異常特性も持たないと結論付けられ、5月日をもって米海軍に返還されました。SCP-615-JP が最初に発見されたのは DD-224 の退役からおよそ6年後、1952年11月1日のことです。ホイに、事例357-289、シベリアン、ルビー。1972年5月21日、時、分、複数の封じ込め違反の発生と最終フェイルセーフ装置の起動が IG で通知された後にサイト、377との通信は全て断絶しました。しかし直後に撮影された衛星写真では全ての地上施設が健在であり、時間後に当該施設へ派遣された即応部隊も、当地にいかなる異常も感知できず、と結論する一時報告を提出しています。部隊による事情聴取と現地調査の結果、当時サイト377では SCP が未知の特性を発露したことによる封じ込め違反と、それに連鎖する形で SCP の封じ込め違反が同時多発的に発生。加えてほぼ同時刻に AO の特異性質が発現したため北側収容棟及び中央棟の地下において大規模な構造被害と十数名の死傷者が生じたものの、各オブジェクトは急行した収容チームによって迅速に再収容されたことが確認されています。サイト全体が未知の認識災害ないしは現実改変の影響を受けた可能性を考慮して CS-377 メインフレームの点検及び核弾頭の実地検査も実施されましたが、最終フェイルセーフ起動コマンドの発信を裏付ける記録は存在せず、弾頭本体にも何ら異常は見られませんでした。セキュリティクリアランスレベル3、615JP カッコエクスクル377カッコ閉じ確認。SCP-615JP は現在オブジェクトクラスの引き上げ及び特別収容プロトコルの再改定が検討されており、セキュリティクリアランスレベル4未満の職員に開示される情報は通知なく変更される場合があります。開示された情報をレベル4未満の377配属職員に伝達してはなりません。違反者は特定し処罰されます。機密情報必要的解除審査部カッコシムドアドカッコ閉じ。事例357-289SR2、1975年5月1日要求レベル引き下げ。即応部隊による航空写真の撮影中、サイト377東部外縁域11において面積およそ5,029三日月型のリニア小村が発見されました。樹木がサイト中枢区画を中心として放射状に倒壊していたこと、並びにその痕跡と上空の大気より高濃度の放射線が検出されたことからフェイルセーフ核が起爆された可能性が再浮上し、サイト377に関する調査の拡大が決定されました。大陸内の各測候所には XT プロトコル発動時用標準カバーストーリーが適用済みです。事例357-289SR3、1975年5月1日要求レベル引き下げ。CS-377 メインフレームのチェックを担当していた情報分隊の報告より、サイト377内に存在する全てのコンピュータの掲示装置に 0.32 秒のズレが発生していることが確認されました。この現象はコンピュータのみにとどまらず、サイト内に設置された壁時計や職員が身につけている腕時計にも影響を及ぼしています。事例357-289SR4、1975年5月1日要求レベル引き下げ。多重封じ込め違反収束後の復旧作業中、外縁域に設置された監視所及び検問所のいくつかから停電と断水、ガス漏れが報告されました。調査の結果原因は架空、埋設線の断線と地下配管の漏洩と判明しましたが、これらは8号ドックを中心点とする半径 12km 圏の境界線上でのみ発生しており、かつすべての事例で地表を掘削することなく配線、配管のみが平滑に切断されていました。事例357-289SR5、1975年5月1日要求レベル引き下げ。
1972年5月24日早朝、民間企業との会議に参加するためサイト377を離れた財団職員3名が行方不明となりました。職員らが使用した車両1968年式シトロエン DS21 は道路の中央に停止した状態で発見され、エンジンキーはシリンダーに差し込まれたまま、ドアはすべて内側からロックされており、シフトレバーは3速に入れられたままでした。回収されたセーフティレコーダの分析結果より、車両は事例 SR4 の場合と同様、8号ドックを中心点とする半径 12km 圏の境界線に到達した時点で全ての操作が唐突に放棄されたことが判明しています。当該車両はフロント企業サリング、S カーパークサリングス、カー、パークに勤務する低レベル職員によって5月23日にサイトへ持ち込まれたものであり、該当職員の尋問と回収された車体の調査が進行中です。が行われましたが、どちらからも事態の解明につながる有用な証拠は得られませんでした。事例357-289-SR6、1986年2月18日要求レベル引き下げ。5月21日の多重封じ込め違反発生中に SCP-615JP が活性化し、SCP-615JP-1 を点灯するとともに船体マーキングを変化させましたが、1981年現在に至るまで映像投影現象の発生は観測されていません。観測日時、1972年5月21日、時分より継続中。船体マーキング、シット377。等質、単線白光、毎10秒に1閃光。到達距離、11海里。観測内容、なし。尾行、SCP-615JP-1 は点灯し続けているが、いかなる現象も観測されていない。事例357-289-SR7、1986年2月18日要求レベル引き下げ。以下は5月22日深夜に SCP-615JP が発生させた異常発光現象についての記録です。閉じる、判例。以下に示すのは SCP-615JP の環境窓の模式図であり、黒塗りは閉塞された中央の窓を示す。R と L はそれぞれ右舷側、左舷側の窓に対応する。R4、R3、R2、R1、L1、L2、L3、L4。7、館内及び甲板上に設置されたカメラが未知の原因により映像の転送を停止し、SCP-615JP を捉えているのはドック天井部のカメラ6機のみとなる。カメラは幻想や煙突の内側、外板の隙間で断続的に白色の閃光が発生している様子を捉えている。12、15、環境内部が電球色に発光し正面の走行シャッターを照らす。カメラでは発光源の存在は確認できず。12、42、環境内部が規則的なパターンで明滅を開始。CQ 符号12を緩やかに3度発進した。13、この時点から機械的に動作する不定形の物体が環境内部に出現。その影によって光が遮られ、各窓に1文字ずつアルファベットが形成された。13、SOS。SOS、明滅パターンは、SOS、の3回繰り返し。13、23、CQD。CQD、明滅パターンは、CQD、の3回繰り返し。13、47、SSS。DDD、明滅パターンは、SUD、の6回繰り返し、前述の2つよりも明滅が遅い。15、17、発光が停止。研究主任からの要請により保安要員6名がドック内へ侵入。17、12、保安要員が SCP-615JP に乗船すると同時に発光が再開。高度は推定20万ルクス、0.2 秒間隔で交互に以下の文字が表示された。NA、NA、NA、NA。17、22、以下の文面が窓に表示されるとともに、汽笛が推定音圧約 130dB で発された。保安要員はドック外へ退避。ブーオ。17、30、汽笛が停止し、発光は0時13分時点の明るさに戻る。窓の文字は30秒ごとに変化した。
へへ、イムップ、HEAGIMUP かっこええ、私は起きたかっことじ。ビビ、ジェチュ、DIDIGETU かっこ驚いたかっことじ。イエプム、ユバド、YEPMYBAD かっこすまないかっことじ。ウィエ、イル、ウェル、かっこええとかっことじ。Y, I am, here, W-H-Y-I, M, here, かっこなぜ私はここにいるのか、かっことじ。here, サゴ、H-E-R-E, サゴかっこ困った、かっことじ。A-N-Y-1, here, アニオネ here, かっこ誰かいないか、かっことじ。かっこ窓の文字が6秒間消える、かっことじ。21, 37, TUR, 明滅パターンは、TUR, の二度繰り返し。21、43、おこ、メオン、OH、コムイ、ON、カッコ、およい、カッコ、とじ。21、48、ゲイド、ウルフ、ゲイドゥルフ、カッコ、ガイドルフ13、SCP-615JP の更新対象の名称と推定、カッコ、とじ。21、53、UA、ゲイン、ヤンアゲイン、カッコ、またあなたか、カッコ、とじ。21、58、ソクル、インジー、ソクリンジー、カッコとてもしつこい、カッコとじ。22、3、YRU、ヘアー、ホヤライアウヘアー、カッコなぜあなたがここに、カッコとじ。カッコ窓の文字が12秒間消える、カッコとじ。22、23、UD、うまい、ヤウドゥマイ、カッコ、軽度の罵倒、カッコとじ。22、26、ウィール、レディ、WA、アラディ、カッコ私たち、すでに。アラディ、ワールリーディの変形と推測カッコ閉じ。22、29、デス、アター、デサーターカッコ脱走者カッコ閉じ。カッコ窓の文字が8秒間消えるカッコ閉じ。22、40、ブル、サイ、ブルサイカッコ台あたりカッコ閉じ。22、43、ウィール、レディ、WA、アラディ、カッコ私たち、すでに。アラディ、ワールリーディの変形と推測カッコ閉じ。22、46、オネオ、フテ、ONE、OF ザカッコからの一つカッコ閉じ。22、49、ホーム、OD、褒めワードカッコキロ、気候、前後の語りとつながりが不明瞭カッコ閉じ。22、52、ザピー、ILOT、ザパイロットカッコ操縦士、水先人カッコ閉じ。22、55、ファウン、DIT に、ファウンド ITTOO カッコからも見つけたカッコ閉じ。22、58、プリー、アース、プリース、カッコ頼むからカッコ閉じ。23、1、バック、オフ、バックオフカッコ、拒絶の意を示す交互表現、カッコ閉じ。23、6、PIG、スピット、ピグスピットカッコ豚の丸焼き。ガイドルフ、に対する罵倒と推測カッコ閉じ。カッコ窓の文字が10秒間消えるカッコ閉じ。23、21、移動 N、ノー、アイドンカッコドン、T カッコ閉じノーカッコわからないカッコ閉じ。23、26、移動 N、ケア、アイドンカッコドン、T カッコ閉じケアカッコ構わないカッコ閉じ。23、31、ルスト、YouTube、ルステチューブカッコ詐欺たボロボロの船カッコ閉じ。23、36、アバン、ドン N、アバンドン、カッコ放棄する。アバンドン、の変形カッコ閉じ。23、41、アラ、ロング、アラロングカッコ最初からカッコ閉じ。カッコ窓の文字が17秒間消えるカッコ閉じ。24、3、ジャスト、ライク、ジャストライクカッコその通りカッコ閉じ。24、10、ライ、ティング、ライティングカッコ点灯するカッコ閉じ。24、17、タット、ランプ、タトラムプカッコあの明かりカッコ閉じ。24、24、マクスプ、OWER、マクスパーカッコ最大出力カッコ閉じ。24、31、チス、モーン、チスモーンカッコ消さカッコ閉じ。24、38、クロッツ、カル、ク
クロッツ、カルカッコ危機一発。クロッツは、クローズ、の変形と推測カッコ閉じ。24、45、レッツ、ピレイ、LED、S プレイカッコイノローカッコ閉じ。24、52、タット、ランプ、タトラムプカッコあの明かりカッコ閉じ。24、59、ヘルプ、財務、HELP 財務カッコ彼らを助けよカッコ閉じ。25、7、グッド、トゴ、グッドトゴカッコ準備が整った。あるいは出発の呼びかけカッコ閉じ。25、10、イルグ、OKOO、I、LL カッコ I ウィルカッコ閉じ GOKOO カッコ私も行くカッコ閉じ。カッコ窓の文字が18秒間消えるカッコ閉じ。25、33? ウド、タット、ユー、ディーカッコヤウシャウルドカッコ閉じブータットカッコそうしてくれカッコ閉じ。25、35? ユー、ARE、ヤウエアカッコあなたはカッコ閉じ。24、37、サイップ、ヘアー、サイフェアー、カッコ艦隊、フル英語での表記カッコ閉じ。24、39、WE、ARE、WE ARE カッコ私たちはカッコ閉じ。24、41? Now, here, now here カッコ今ここにいる。Now here, とも解読できるカッコ閉じ。24、43? To HS, Duke, Dune, S Duke, カッコ義務を果たせカッコ閉じ。25、45? タット、ルド、タット、LL カッコタトイルカッコ閉じブーカッコそれでいいカッコ閉じ。カッコ窓の文字が14秒間消えるカッコ閉じ。26、1、イシット、ME、イシトメカッコ私かカッコ閉じ。26、11、IAM、NO1、I、M ナンバー ONE、カッコ私は第一番、あるいは、副長、一等航海士、カッコ閉じ。26、14、KYR、EOI、KYR EOI カッコ発信者の名称と推測カッコ閉じ。カッコ窓の文字が5秒間消えるカッコ閉じ。26、22、甘い、ネーム、AH、MY ネームカッコ R、私の名前カッコ閉じ。26、25、スペル、L、OK、スペル OK カッコスペルは大丈夫かカッコ閉じ。カッコ窓の文字が16秒間消えるカッコ閉じ。26、44、タン、キアウ、タンキアウカッコありがとうカッコ閉じ。26、49、インジー、リッシュ、イングリッシュ、カッコ英語、イングリッシュ、の変形ないしは語表記と推測カッコ閉じ。26、54、イソ、ハード、イソハードカッコからは難しいカッコ閉じ。カッコ窓の文字が15秒間消えるカッコ閉じ。27、14、グッド、BYE、グードビーカッコさようならカッコ閉じ。27、17、ゲイド、ウルフ、ゲイドゥルフ、カッコガイドルフカッコ閉じ。27、20、ウルン、イブアール、ユー、エルエルカッコヤウイルカッコ閉じネバー、カッコあなたは二度とカッコ閉じ。27、23、グサ、ゲイン、SEUS アゲインカッコ私たちを見ることはないだろうカッコ閉じ。27、28、グッド、BYE、グードビーカッコさようならカッコ閉じ。27、38、環境内部の文字が消え、明滅により AR 符号14を3度発信、発光は徐々に弱まる。27、45、環境内部の明るさが0時27分28秒時点の状態に戻り、文字の表示を再開。27、50、ハイト、ヘア、HEY デアカッコ、呼びかけ、カッコ閉じ。27、55、イルト、L、I、LL テルユーカッコ私があなたに教えるカッコ閉じ。28、ムグクス、PELL、M グクスペルカッコ魔法の呪文。MGC は、マジック、の省略と推測カッコ閉じ。28、5、テルイ、グラフ、テレグラフ、カッコ、テレグラフ、の変形、エンジン、テレグラフと推測カッコ閉
28.8.TOP。ストップ、トップストップ、括弧分位不明。テレグラフの、停止、15を指すと推測括弧閉じ。28.11。リグ H、T90、ライト90括弧右90。分位不明括弧閉じ。28.14。レフト、270、レフト270括弧左270。分位不明括弧閉じ。28.17。プッシュ、ウェル、パシュウェル括弧車輪、ソーダは押せ。ウェル、はホイールの変形と推測括弧閉じ。括弧窓の文字が5秒間消える括弧閉じ。28.25。ドンオー、チックイー、ドノテス括弧注意せよ括弧閉じ。28.35。フル、ガッチ、フルガッチ括弧燃料系括弧閉じ。28.45。キープ、ファイア、キープファイア括弧火を絶やすな括弧閉じ。28.55。ユイヤ、P&PV。ユイアップ、&PV、括弧分位不明括弧閉じ。29.25。環境内部の発光が完全に消える。32.55。保安要員がサイドドック内へ侵入。33.46。環境窓を閉塞していた金属板が脱落。保安要員はその直前に、鈍い動作音を聞いたと述べている。事後報告。後の調査により、閉塞部位の内部には石英ガラス製の円形フレネルレンズ括弧直径 40cm 括弧閉じがはめ込まれた円筒形の機械装置が据え付けられていたが、レンズは強く固定されているため内部構造の詳細な分析は保留された。レンズは各話体ごとに直径 5mm の金属製アーム3本で保持されており、露出部の形状からこれらは前後に稼働するものと推察される。これ以外に発光現象以前との相違点は確認できず、SCP-615JP-1 の点灯も依然継続中である。事例 357-289-SR-8、2010年7月21日要求レベル引き下げ。20年にサイト377の収容オブジェクトを対象として行われた感と、モニタリングにおいて、持ち込まれた5本の小型係数機すべてが起動直後より 0.42-65Hm という高い数値を表示し続ける事態が発生しました。オブジェクトによる局所的な現実改変の疑いのためサイト内外、箇所で実施された計測の結果もすべて同一の値を示したことから、サイト377は現在広範囲にわたって未知の強力な現実改変能力の影響下にある可能性が提唱されており、専任エンジニア、チームによる現実性強度詳細測定の結果報告が提出されるまで、当該施設には内密分離プロトコル、クロトス機の適用が継続されます。